ドゥーダーシュタットは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン軍に属す市である。この都市の中世風の姿は、様々な時代様式の、約600棟の民家、堂々とした塔を持つ二つの大きな市教会である聖、キリアクス教会と、聖ゼルバーティウス教会、簡潔でねじれた、戦闘屋根を有するベスタートゥルム。 修復された史壁はドイツで最も古いものの一つで、ある、視聴者によって形成されている。ドゥーダーシュタットは、チューリンゲン州との宗教に近い、ハルツ山地の先山南部のウンターアイヒスフェルト地方に、位置している。肥沃など上であることから、その周辺部は、中世からすでに、ゴールデネマークと呼ばれていた。市の、約10キロメートル南東に、チューリンゲンのオウム山地、 約2 0トル北東に、ハルツ山地がある。市内をハーレ川とブレーメ川が流れている。中規模都市ルーダーシュタットは、中核市区の他に、1970年代初めに、合併した14の市区を含む。創建750周年を記念して1984年に、発行された、ルーダーシュタット市庁舎を描いた記念儀って、 ドゥーダーシュタットは929年9月16日に初めて文献に記録されている。この村は974年にクベードリンブルク修道院の所領となり、262年間その支配下にあった。1237年、ドゥーダーシュタットは霊園としてチューリンゲン網白ハインリヒラスペのものとなったが、わずか10年後に霊園として ハインリヒシシコウの子孫にあたるブラウンシュバイクコウ、オットー一世のものとなった。この町は、ベルフ家の支配下に、約一世紀の間泊まった。この時代の初め、1250年頃にこの町は、都市となった。ブラウンシュバイクコウの庇護により、この町は、飛躍を体験した。この若い都市は、中世後期には重要で裕福な町になっていた。それは、特に、 二つの重要な交易路の交差点という位置によってもたらされた。一本はイタリアから北ヨーロッパの半座都市に通じる南北のニュルンベルク通り、もう一本はベルギー付近からケルンやライプツヒを経てさらに東ヨーロッパへ向かう東西の街道であった。ドゥーダーシュタット商人は広範囲な商取引を行った。その旅はノブゴロドにまで及んだことが知られている。 ベルフケ・グルーベンハーゲン系の大は、慢性的な財政難のために、1334年から1366年までの間に徐々に、ドゥーダーシュタットを、マインツ大主教に活上していった。これにより、約450年に及ぶマインツ選定校の統治が、始まった。新しい領主の下でこの町は、交流を続けた。 この町は防衛施設の環状指壁を超えて拡大し、経済的、政治的重要性を獲得した。1400年前後の時代に、ドゥーダーシュタットは16の村落を含むかなり広い領域を獲得していた。約4000人の住民を要したドゥーダーシュタットは、この当時ハンブルクとほぼ同じ規模であった。15世紀の通商路の変化とハンザ同盟の衰退によって、 成長は停滞し、やがて経済は凋落した。1450年以降、人口は著しく減少し、経済状況は困難さを増していった。こうした危機にもかかわらず、この町には立派な施設がもたらされた。新たな防衛環状死壁が設けられ、教会が完成したのである。現在のこの町の姿は、そのほぼ全域が、経済的衰退を特徴とする。 この時代のものである。このことは、ドゥーダーシュタットが木組建築による、中世風の街並みを類い稀な密度で保存できた、要因の一つである。ドゥーダーシュタットは中世以降たびたび火災の犠牲になった。この街の歴史上最大の火災は1242年に、起き、オーバー東和ーとベスター東和ーとの間の四北部がほぼ、完全に海人に返した。 ベスター・トーアの近くでは340軒の家屋を新たに建設しなければならなくなった。この門には、この大災害を記録する名が刻まれた。マテウス・メイリアムの同伴画に描かれた1646年頃のドゥーダー・シュタット30年戦争まで、その場所は総じて不利なものではなかった。しかし、戦争の連続、薬病や近隣国家の拡大が、 この町の継続的な発展を阻んだ。ドゥーダーシュタットの経済的、人工統計学的賃貸の別の原因が、ハンザ同盟の衰退と通称路がライネ川、ライネタールに移ったことであった。1660年から始まったタバコ栽培が、経済的減衰に歯止めをかけた。ドゥーダーシュタットの司祭ヘルビヒ・ベーニングによって、強行された、対抗宗教改革は、 成功を収め、25%の少数派のプロテスタントが抵抗を続けたものの、この町ではアイヒスフェルトの他の地域よりもカトリック化がうまく進行した。1648年のベスト・ファーレン条約の規定により、貴族裁判所が宗教上を特別な地位を占めるようになった。リュネビルの和訳後、1802年にプロイセンは、 ライン川左岸を失った代償として、マインズ大司教領であったアイヒスフェルト地方を獲得した。これにより、大司教の世俗療法は消滅した。プロイセンは異常以前からすでに、ドゥーダーシュタットを占領していた。ナポレオンの新体制がこの町にも及び、1807年から6年間、ハルツ県の一部となった。ドゥーダーシュタットは、行政の中心地となり、 このディストリクトの四つの首揺の一つとなった。この管区は八つの関東から構成されていた。ボイレン、ドゥーダーシュタット市、ギーボルデハウゼン、ニーダーオルシェル、ゾイリンゲン、タイストゥンゲン、バイセンボルン、ボルビスである。フランスをモデルに、行政、司法制度が整備され、各、関東ごとに、治安裁判所が、各、ディストリクトごとに、市民裁判所が設けられた。 ディストリクト・ドゥーダーシュタットの首長はマイレホフマンが務めた。彼はすでにマインツ大司教領時代から首長を務め、1792年から1828年まで、統治環境の変化にもかかわらずずっと公職にあり続けた。ドゥーダーシュタットは19世紀に最終的に国境地域となった。1816年から1866年まで、この町は、 アイスフェルト地方を挟んで退治するハノーファーとプロイセンとの間の新たな国境に面することとなった。新たな路線の鉄道建設でもこの街は幹線から離されたままであった。1887年から1889年にドゥーダーシュタットは鉄道ブルフテン・ライネフェルで線によって幹線の南ハルツ線を呼び晴れカッセル鉄道に接続した。 部分開通のまま長らく中断していた軽便鉄道、ガルテタール鉄道も1907年から1931年まで、ゲッティンゲン・ルーダーシュタット間で運行した。この鉄道はその後再びゲッティンゲンから、リットマールハウゼンまでに短縮されて1950年代の終わりまで営業していた。19世紀から20世紀初めに大化がこの街を焼いた。 1852年の火災は、有電通りとオーバー島ーとの間の四北東部で、108件の家屋と162件の納屋を破壊した。聖キリーアクス教会も屋根の骨組みや塔に被災した。この時の再建で現在見られる、高さの同じ2本の塔が作られた。それから約60年後、1911年の火災は、市西部のザック通り、シュピーゲル教付近を焼き、 44件の家屋が犠牲となった。同じ1911年には、オーバートワ通りでも火災が起こり、13件が被害を受けた。1年のうちに起きたこれら2つの火災を教訓に、市当局は高性能の蒸気式消火ポンプを購入した。最後の対価は1915年に39件の家屋と68棟の付属建造物を焼いたほか、 聖ゼルバティウス教会を全焼させた。この教会は2年後に再建された。本来の交通の便の良さを喪失したことで、立地条件は工業に極めて不利なものとなった。新たな職場はわずかしかなく、長く存続できた企業はわずかであった。他の町での行商や季節労働、大量の人口流出が続いた。1885年からこの町は、 ウンター・アイヒスフェルト地方のプロイセン王国派のオファー州に属すマッチソンと共にドゥーダーシュタット軍を形成した。ヒトラー独裁時代、アイヒスフェルトが国家社会主義が流成したことは一度もなかった。1933年の国会選挙で NSD オッピーはドゥーダーシュタット軍で26%、ドゥーダーシュタット市で33.9%の表紙化。 得られなかった。しかし、ドゥーダーシュタットは、国家社会主義者をその後も拒み続けることは、できなかった。ドゥーダーシュタットでも、反体制化は迫害され、国外に追放され、強制収容所の収容者は強制労働に使された。1944年11月から1945年4月まで、ブーヘンバルと強制収容所は、 ドゥーダーシュタットに755人のユダヤ人を収容する外部収容所を有していた。小さなユダヤ人組織は存続できなかった。1938年11月9日から10日の、いわゆる、水晶の夜にクリスティアン・ブランク通りにあった、シナゴーグは破壊された。死亡類に設けられた、記念碑がこの事件を語り継いでいる。戦後、ドゥーダーシュタットは、 ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国との間の国境封鎖により完全に辺境の地となった。ライナフェルデへの鉄道路線は越境運行が廃止され、残ったブルフテンまでの区間も1974年7月26日に廃止された。それにもかかわらず重要な工業企業がドゥーダーシュタットに拠点を置いた。数千人の難民や亡命者の受け入れにも成功した。 1973年、ドゥーダーシュタットは、他のほぼすべてのドゥーダーシュタット軍の町村とともに、新たに創設されたゲッティンゲン軍に編入された。1989年11月10日の0時35分に、ゲルプリンゲローでの国境通過地点にある遮断機が、西に向かって開かれた。 その日の昼までに6000人の東ドイツ住民が1500台の乗り物でドゥーダーシタットを訪れた。この年の年末までにその数は70万人に達した。3人の兄弟がこの町を作った。完成し、名前を付けることになったが、意見が一致しなかった。カズトがもう一人に、ギブ・ジュデア・スタット・デン・ナメンというと、逆に、ギブ・ジュデア・スタット・デン・ナメンと言い返した。 これを聞いていた三人目が、その名前を付けようと提案した。こうしてこの町は、デューダスタットという名前になった。ドゥーダーシュタット市長者この町の市議会は34、議席からなる。2019年から、トルステン・ファイケが市長を務めている。姉妹都市を示す標識、ドゥーダーシュタットは、以下の都市と、姉妹都市関係にあるドゥーダーシュタットの紋章は1255年から、 使用が確認されている死の印象に基づいている。赤字に歩きながら、こちらを見る青い下の金の獅子が二等上下に配されている。この紋章は、当時のブラウンシュバイク公アルブレヒト一世の紋章に、ちなんだものである。マインツ大司教の支配下に移された後もこの獅子は、死の紋章として存続し、死の色は、青と金色とされた。 ねじれた屋根を持つベスタートゥルムはこの町の象徴的建造物である。旧市街には約500棟の木組建築がある。1994年に開催されたニーダーザクセンのランディス・オーステルン・ナチュア・イム・シュタートバウの際に旧市街の大部分が改修された。特に入念に修復されたのが歴史的なドゥーダー・シュタット市庁舎二つの大きな教会。 約3 5キロメートルの環状暴類、ねじれた、戦闘屋根で知られるベスタートゥルムであった。聖母教会聖キリイアクス教会と聖ゼルバティウス教会の二大教会の他に、この町には聖ウルスラ会の教会として聖母教会がある。前身は1424年に建設され、1700年に、 大規模な教会に拡張された、アドベアータム、マリアムビルジネム礼拝堂であった。これが解体された後、ドゥーダーシュタットの数奇教、ゲオルク・コップによって、ネオロマネスク様式の聖望教会の建設計画が推進され、1889年に基礎工事がなされた。設計は、ヒルデスハイム市教区の建築責任者、リヒャルト・ヘルツィヒによってなされた。 この教会は赤色砂岩で作られた二老式バシリカ教会である。明るく化粧漆喰を施された教会内部は13.5メートルの高さがあるが、これとほぼ同じ高さのアプシスの両側にはスマートな戦闘が二つ並んでおり、東に向いている。2006年射撃祭のパレードで視聴者前で演奏するファンファーレ隊重要な企業としてはオットーボック社がある。 この会社は、補装具の世界市場におけるリーダーであり、ポリウレタン発泡システムや、ポリウレタンゲルの国際的に、最も重要な製造メーカーの一つである。ドゥーダーシュタットは、連邦道 B247 号線に面しており、連邦道 B446 号線の支店でもある。ドゥーダーシュタットの南約メートルと、アウトバーン a 十八号線が、 西約 30km を A7 号線が走っている。鉄道ブルフテン・ライネフェルデッセンのニーダーザク線州内の区間は1974年7月26日に旅客運行を廃止した。これに対して貨物運行は運行本数を減らしながらもドイツ最統一まで営業を続けていた。大雪運転への路線はドイツ分裂に伴い、 第二次世界大戦後に営業を停止した。かつての東西ドイツ国境に面していたことから、ドゥーダーシュタットには600人規模の連邦警察局がある。何度も気候改革がなされ、所在地に疑問が呈されることもあったが、2006年に設置50年を迎えた。聖キリーアクス協会前のゲオルクフォンコップ記念碑。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。